ターごと食べることが大好きな11歳小学5年のりのんです、私京都から来たんですけど、実は生まれは名古屋なんです。幼稚園に入るときに京都に引っ越したんですけど、それまでは隣のシートレインランドにしょっちゅう遊びに来てましたので、今日ここで歌えることは夢みたいでとても嬉しいです。普段はAdoさんの曲はこのガッジさんに縛りをかけられているので、今日はAdoさん縛りで全力で盛り上がっていきますので、皆さんも盛り上がっていきましょう。では最初の曲は逆光。名古屋みなと盛り上がっていきましょう。あなたほど
皆さん、アニメのスパイファミリー見てますか？おー、見てくれてますか？見てくれてますか？ちょっと待って、見てますか？では次の曲は、スパイファミリーの主題歌クラクラを歌います。皆さん盛り上がってますか？改めまして、名古屋生まれ京都育ち、歌うことと食べることが大好きな11歳、小学5年のりのんです。次の曲は、レディメイドを歌います。
曲は味変ということで、ボカロの神曲、神っぽいなをアドさんバージョンで歌いたいと思います。愛のネタブレ、別れっぽいな、女性のネタブレ、死ぬっぽいな、何それ意味で逆言っちゃう、それっぽいな、そのメイクはあれっぽいな、それ卑怯、あれっぽいな、それその名言、その勢
のその会社のせいよそのセンスがいっぽいらそれ結局ぽいなぽいなぽいや会社トゥトゥルトゥトゥトゥルフトゥトゥルトゥトゥトゥルフトゥトゥルトゥトゥトゥルフぽいじゃんぽいじゃんトゥトゥルトゥトゥトゥルフトゥトゥルトゥトゥトゥルフトゥトゥルトゥトゥトゥルフ金っぽいなみんな思考する本質は悪い人をこう感じして今日のすごい無意に生き延びるのは難しい権力に飲まれて揺れがかり髪を振って石神になり変わりよくぞで表現する小物たち世に見せかけ近いの祈りつゆの何でもそれを何でもそれ意味がよくわかんないしねもっちゃよめし秋っぽいな OK みんな秋っぽいな OK 踊れるやつちょうだいちょうだい P きしょいねきしょいねさきしょいねきしょいね逆にファンになってきたしちっちゃいねちっちゃいねうつはちっちゃいねちっちゃいね天才上孤独ですねかけかけかみっぽいなそれ卑怯かみっぽいなそれ初見後結構言い張ってくたばっていく価値やけっぽいなそれ卑怯やけっぽいなそれもう一瞬もう一瞬タブレ別れっぽいな人生のネタバレ死ぬっぽいな全て理解して煩った無邪気に踊っていたかった知性ありがとうございます。ちょっとお水飲ませてください。今日はあの三縛りでやってるとねこの曲も歌わないとダメですよね。そう思ってこの曲を持ってきました。聴いてください。歌方ララバイ。一人ぼっちには飽き飽きなら繋がっていたいの女子向かな思いのままレレッドカーエルシミニオのハビです。君の耳の奥はめぐりとダメを帯びてダルツツルサライダルツツルサライいやいやってならないよねハートビクトウィッターでも遅い言わせあげないんだから今乗らせないでビンキッキッキッポイザンテクウィス昔で強がらフェリングほにゃくの違いで全てが楽しいこのステージ誰も
満々だったんですけど、なんと年齢制限があって12歳からじゃないと応募できませんでした。ということで、今日はここにいる皆さんが審査員ということで課題曲のとっとも時間を歌わせていただきます。はい、歌うことと食べることが大好きな11歳小学5年の足立りのんです。とっとも時間を歌わせていただきます。よろしくお願いします。ガゾンチーガゾンチューチューリーガゾンチーガゾンチューチューリー。まだまだ登場いたしますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。